あ続いてはゲストコーナーです。健康に携わる素敵なゲストをお招きしております。え、今日はですね、宜野湾市役所保健相談センターからですね、スタッフさんを4名お招きしてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では自己紹介をよろしくお願いします。健康推進係の遠山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく健康推進係保健師の国上です。よろしくお願いします。お願いします。はい、健診指導係の保健師をしています池原です。よろしくお願いします。健診指導係をしております看護師の上里と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。パチ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 ということですね、今日は素敵な女性4名に来ていただいているんですけれども、今度の7月31日日曜日に行われる、宜野湾市健康づくり市民大会についていろいろちょっとお話を伺いたいと思いましてお呼びしております。早速ですが、この7月31日日曜日に行われる宜野湾市健康づくり市民大会について詳しく教えていただけますでしょうか。すべての市民が心身ともに生き生きと暮らせる街を目指し、健康に関するさまざまな情報発信や体験ブースなどを通して健康への認識を高め、健康づくりの重要性の啓発を目的として、7月31日日曜日午前10時から午後4時まで宜野湾市民会館及び中央公民館において健康づくり市民大会を開催します。なるほど。いろいろとですね、体験ブースなどあるみたいなんですけれども、どのようなコーナーが設けられているのでしょうか。はい、健康づくり市民大会ではさまざまなブースを設けております。琉球大学保健学科2年次による血圧測定コーナーや歯科検診フッ素塗布のコーナー、中部地域産業保健センターによる動脈硬化検査コーナー、インボディを使った体成分分析測定などのほか、トランポロビックス運動体験、また食生活改善推進員コーナーではゴーヤーを活用した試食も設けております。健康についまだ以上です。すいません。健康について楽しく学べ体験できるイベントになっておりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。本当ですね、幅広くいろんな体験ができる、いろんな、なんか知識を教えてもらえるっていう、まあ、大会になってるんですね。で、私がちょっと気になるのがトランポロビックス、初めて聞いたんですけど、どのようなものなんでしょうか。はい、トランポロビックス運動というものは、はい、ミニトランポリンの上で、ウォーキングなどの有酸素運動や音楽に合わせたエクササイズを行い、楽しくトランポリン運動を体験できるようなコーナーになっています。トランポリンの上でウォーキング歩く、まあ、見たりということなんですね。なんかバランス感覚がすごく重要そうになりそうですね。わかりました、ありがとうございます。そしてですね、なんとその7月31日の当日には、一緒に医療講演会もあるそうなんですけれども、その講演会はどのような内容になってますかね。はい、健太郎先生とおっぱいの勉強をしようという題名で、乳がんの講演会を予定しています。へ、講師は那覇西クリニックの、乳腺外科の玉木健太郎先生をお招きして、あの講演をいただく予定になってます。はい、はい、あと乳がんは母乳を作る乳腺にできるがんで、はいはい、女性に一番多いがんになっています。40歳から50歳代のピークに発症し、まあ、年々増加している病気の一つです。乳がんは子育てや介護、仕事など女性として一番忙しい時期にかかりやすい病気ですので、重症化すると通院が長引いて生活に多大な負担が来てしまいます。そこで検診による早期発見、早期治療が大切というふうに言われています。なるほど、そうなんですね。ということで、この、まあ、乳がんについてちょっと意識を高めてもらおうということで、この講演会が一緒に行われるということですね。はい、はい、ありがとうございます。
そういえば昨年から今年にかけてもちょっとタレントの北斗晶さんですとか、あと小林真央さんの闘病についていろいろちょっと報道がありましたね。はい、そうなんです。現在日本人女性の12人に1人ぐらいが、生涯で乳がんにかかる危険があると言われています。宜野湾市のですね、平成27年度の乳がん検診の、受診者はですね、約2400名いらっしゃったんですが、その中で12名の方にがんが見つかりました。はい、リスク要因と言われるのがたくさんあるんですけど、やはり肥満っていうのが、やはり原因大きいの で、この肥満の割合が、沖縄全国1なんですね。はいはい、ですから、やはり太った方とかもですね、ちょっと心配ですので、はい、で乳がんの死亡率、罹患率とともにもう、全国的にも上昇傾向にありますので、ぜひもう多くの方にですね、参加していただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。はい、そうなんですね、この肥満っていうのが乳がんの発生にちょっとつながりやすいってことなんですね。そうなんです。ちょっと初めて知りました。はい、他のがんはなんか、そう、他のがんもこの肥満からちょっと発生したりっていうのもあるんですか。ね、はい、多いですね。やはり肝臓がんとかもですね、アルコールってイメージがあるかもしれませんけど、ね、アルコール飲まない、なんか中高年の女性の方も、はい、やはり肥満が要因だったっていうことも、はい、そういったがん、そういったことから発生するがんもあるので、肥満っていうのはもう全ての病気のもう、ね、元ですから、やはり太ってる方などはもう特に聞きに来てほしいなって思っております。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、では再度ですね、この市民大会とまた健太郎先生とおっぱいの勉強しようっていうこの講演会の日程の詳細をお願いしてもいいですか。はい、健康づくり市民大会は7月31日の日曜日、午前10時から午後4時まで開催しております。はい、場所は宜野湾市立中央公民館です。はいはい、あと講演会に関してですけども、同日のですね、同日にあります。はい、時間は13時半から15時です。はい、で1階のですね、大ホールで行います。はい、入場は無料になっておりますので、はい、ぜひたくさんの方にお越しいただくとありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そうですね、なんか結構市を挙げて健康についていろいろ宜野湾市頑張っているところなんです。健康都市宜野湾ですから頑張っているところなんで、はい、市民の皆さんもぜひ、ね、意識を持って、ね、一緒に、はい、頑張って健康都市に、はい、もっとなっていけたらいいなと思うので、でね、はい、聞いてこの番組聞いていただいた皆さん、ぜひ7月31日、宜野湾市民体育館、いや、違います、宜野湾市立中央公民館でございます体育館行かないでください体育館違いますね、体育館結構多くなっちゃう、市立公民館、はい、はい、の方にぜひお越しいただきたいなと思います。はい、駐車場もまあいっぱいありますからね、はい、何でしたっけ、市民駐車場にも、市民駐車場とか、はい、そうですね、宜野湾市役所の、はい、まあ、駐車場も使っていただいて大丈夫ですし、はい、道向かいの、はい、消防署の裏手の方と、うん、あと、まあ、農協さんの裏手の方ですね、はい、そちらの方も、駐車場として利用して大丈夫ですね。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、スポーティーな格好をしていろいろなんか健康に関する体験ブースで体験しつつ、ちょっと美味しい健康食、ゴーヤとかね、そういうのを使った料理も食べていただいて、また講演会もぜひ、もう一日満喫できますね。うん、そうですね、日曜日涼しい中で一日満喫できる、まあ、イベントとなっておりますので、ぜひ市民の皆さんも遊びに来ていただきたいなと、はい、思います。ではここで皆さんにと一緒に修羅眼中体操を踊っていきたいと思うんですけど、はい、大丈夫でしょうか。はい、ではそれでは修羅眼中体操いきまーす。よしよし、
問を取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。繰り返します。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待って、メタボリック、体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、繰り返します。膝タッチ4回、歩いていくのは難儀だから、マイカー使っていきましょう。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待って、メタボリック気をつけて、体をひねります。リズムを取ります。右からバンザイ、右から下ろして横を押します。左手からバンザイ、左から下ろして横を押します。膝肩バツ、足踏み、ストレッチ、右に一周、拍手2回、左に一周。ということでチュラガンジュ体操を踊ってみましたけれども、皆さんやっぱプロですね普段踊っていらっしゃるのなんて思う、キレがちょっと違いました毎週毎日朝の番組でも踊ってるんですけれども、水曜日の番組でゲストに来てくださる皆さんとはこうやって踊っていきたいなと思って、ちょっと普及活動に私たちもビビたる力ながらはい、協力していきたいと思うので、はい、またお願いします。あと2番の練習もちょっとしなきゃいけない。いつも1番でちょっと、はい、終わっちゃってたので、2番の練習もしたいと思います。どうですか今、結構体ポカポカ。そうこれ毎週木曜日業務が始まる前に職員で体操してるんですね。あ、そうなんですね。で、うん、結構全部通してやると汗かいてきますので、結構やっぱり良くなるのかなっていうのはありますね。結構足使うので、うん、そこ足からなんかちょっと血流が良くなってる感じがするなと、うん、朝踊ると結構いいですよね、うん、目が覚めます、はい、ということで、今日はですね、もう残り4分ほどとなってきたんですけれども、また今月から今日と同じように毎週第4水曜日は保健相談センターの保健師さんや看護師さんや職員さんをお招きして、いろいろ宜野湾市で市を挙げて行われている健康に関するイベントなど、また情報などをいろいろ発信していきたいなと思いますので、ぜひ宜野湾市民の皆様には聞いていただきたいなと思います。もちろんちょっと宜野湾市以外で聞かれている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういう方にもですね、いい知恵になるような情報をいろいろ発信していきたいので、ぜひ、今後も続けて生き生きライフ健康情報番組聞いていただきたいなと思います。でまた健康に関する質問などがありましたら、もう本当にプロの看護師さんや保健師さんが、はい、いらっしゃいますので、何でも、はい、お答えしていきたいと思いますのでぜひ、健康に関する質問などがありましたら、はい、メール、コメントなどいただけたらいいなと思います。それではまた再度
ですね、最後にこの市民大会とあと講演会のちょっとお知らせをしていただきたいんですけれども、大丈夫ですか？お願いします。はい、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 サイド、はい、サイサイド。はい、健康づくり市民大会は7月31日、はい、日曜日午前10時から午後4時、はい、場所は宜野湾市立中央公民館です。中央公民館ですね、はい、で講演会に関しましては、はい、同じ、はい、建物の1階の大ホールですね、うんうん、お時間は13時半から15時です。無料、はいはい、玉木、はい、ゆうたろ失礼いたしました。健太郎先生でした。はい、健太郎先生です。はい、が来ていただきます、はい、とってもためになると思いますので皆さんお越しください、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。この市民大会ではもう本当に自分の体を知ることから始まって、いろいろ健康に関する、知識を得られると思うので、ぜひ、はい、訪れていてほしいなと思います。そして、講演会はちょっと乳がんの話をメインにいろいろ、はい、されるみたいなので、ぜひ女性の方、はい、先生のお話を聞きに、はい、訪れてほしいなと思います。ということで残り2分ほどなんですけれどもちょっと一言だけ感想をいただこうかな、はい、あ、ゆかりさんですか？はい、ですね、市民大会なんですが、はい、とってもためになる大会だと思いますので、はい、まだ来ていただいて、いろいろ経験してもらって体験してもらって、また健康づくりの意識が、高まって、この大会が皆様の健康に役立ったら、とても役所として嬉しいことなので、はい、ぜひご参加ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました、はい、また来月も、はいはい、第4週目にお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、では今日はですね、お相手は FM 宜野湾の神田玉木と、自己紹介をお願いします。健康増進課の遠山と、はい、国神と池原と上里でした。はい、以上5名でお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。